パラスティカの豆だと澤でです。コストコネットで買い放題したら総額いくらになっちゃうの？コストコネットって言ってね、コストコでオンラインショッピングができるようになってたんですよ。いつの間にか。いやごめんなさい、マジで知らなかったよね。知らなかったんですよ、ね、今まで私たちコストコの、ね、現地まで赴いて電車でね行ってたんで、肩パンパンにしながら10キロくらいの荷物運んでたんですけど、もう今度からネットで注文できますので、買ったよ。今日はね、あの日用品とか食品とかを2人でただ注文してご紹介する動画です。はい、はい、お楽しみください。でもね、もうあのでっかい倉庫みたいなところにも行くこともないのかなって思うとちょっと寂しいね。寂しいし、行きたいわよね、やっぱ ね。やっぱさ、行ってさ、ほら、自分たち車じゃなくて電車なのにさ、どんどん買ってさ、焦っちゃうっていうのも醍醐味だからそこまでがコストコだもんね。そう、ということで本当に何でもあるんですよ。デジタル家電から、そう、食品とか、まずはちょっと日用品を買い足したいなと思って、うん、あ、賛成賛成。洗剤類とかちょっと確認してくる私、うん、確認確認、うん、じゃあ澤部さんは、うん、発注係、私は確認。分かった分かった、うん、叫んでくれれば、うん、こっちに打つから。分かった、うん、キュキュッと一本お願いします。かしこまりました。トイレットペーパー、トイレットペーパーね、うん、やっぱこのあれでいい？コストコと言ったらのこれでいい？それにしましょう。30ロールで大丈夫？大丈夫よ。あ、ダメだ、これ2袋単位だから60ロールくるどうする、大丈夫かな、入んないわよね、やめとく。でもね、あのこっちでもいくらでも入るよ。あ、じゃあ頼んどこうか。じゃあか、うん、頼んどこ。辛ラーメン20袋頼んでいいかしら。辛ラーメンいっちゃおう。え、いい、うん、ありがとう。これも2つからだから。あ、2つから、うん、だから40袋くるよあ、もう家に持って帰って、あ、20袋ここあの美奈子ちゃんと食べるから。あ、そう、美奈子ちゃんと頑張って食べて。そう、食べる、うん、ちょっと値段見てみていい？値段見ちゃおう。今ね、カートに17入ってる。あら、うん、お値段、はい、44,594円。入れたわね。入れたね。やっぱなんでかっていうとね、うん、2の倍数しかカートに入れられないものが結構あったから。はいはいはい。でも削れるものはないと思うよ。もう全部必要だよね。うん、じゃあ買おう。買おうね。うん、じゃあレジに進みます。はい、ということで、じゃあ商品が届くのを待ちたいと思います。はい、はい、皆さん、コストコの荷物届きましたよ。もうやばいよ、マジで、本当に。ダンボールが、何個これ？5個だね。割とデカめなダンボール5個来ました。で、早速開封していきましょう。はい。これ1個。あー、なるほどね。じゃあ、まず1つ目。はい。こちらの、蒸気でホットアイマスク。これ買ったわ。そう、これ買ったんだよ。これ嬉しいわ。いや、これ嬉しい。27枚でしょう。しかも3種類の味。味じゃないね。食べんのね。あとこれ食べちゃうの。食べちゃう、食べちゃうよ。あ、なるほどね、この箱が。あ、なるほど、なるほど。でもこれはありがたいわ。使うからね。そうそうそう。こういう消耗品はどん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 。どんどん消臭、どんどん消臭。で、次ね。はい。ピッタマスク。これ嬉しいよ。ね。ライトグレーは使うのよ。だけど、グレーがっていう話。あ、ほら。これだ。ちょっとグレーつけてみない？つけたい、つけたい。私グレーつけたことない。ないよないよあ、すごいわ。こんな感じなんだ。いかつ。ピッタさ、結構高級マスクだけど、そう、まとめ買いしたからちょっとばっかしは安くなってると思うよ。お得よね。お得お得ね。あら、あんたこれ、あ、やばいじゃない。大丈夫？重いわ相当。はい、バグです。すごいよ。しかもこれ72畳。すごっ。皆さん見えるかしら。あららららら。あららららら。大変だ。あ、いい匂いする。もうね、入浴剤はさ、ほら、いくらあってもいいじゃない。そうなんだよ。あー、これ嬉しいわ。これ嬉しいね、マジで。これはかなりいい買い物したと思う。はい、次。辛ラーメンです。出たー。これね、2ケースも来ちゃって、こういう感じなのね。だから、これがコストコのやり方ってこと。しかもこれ20年の5月までよ、賞味期限。大丈夫？間に合う？パラスティカ。せーの。せーの。あ、ちぎっちゃった、ちぎっちゃった。バイバイ。
コストコといったらこのトイレットペーパーじゃん。ね、しかもさ、結構このロールの厚みがすごいから。あ、そうなんだよ。結構持つよ、持つ。トイレだけじゃ収まらないから、うん、そう、整理したから。あ、そうだそうだ、後ろに入れちゃおう、うん、入れちゃうから ね、 ね、これ一回履きようか。これは履けた方がいい ね、 ね。これは無理持てない。何それ。これ何かっていうとお尻拭きです。あららら、来ました。よかった。これ自体に3カッパック入ってるんだけど、うん、それが16個あります。もう計算できない。できない3618うちの、うん、何だっけ、3618、うん、分かんない、もうできない。やめましょう、やめよう、やめよう。これちなみにどんな分厚さ、合格だった。ちょっと当てちゃう、うん。あー、こっちかー。薄い感じね。机もようやっと拭けちゃう。よかったよ、ほんとに。ほんと汚いから、うちの机。ね、ほんとにびっくり。わー、すごいよ。何？ほら、レイズのポテトスナックパックです。これだ。あ、いいじゃん、いいじゃん。ファイルをもう、処理法みたいなやつとか。うん。あ、あれがいい、サワークリームにしない？サワークリームでいいよ。このサイズならさ、うちらよくさ、食べれないねって食べきれない時あるけど、うん、それないね、絶対ね。これでいいんだよね、サイズ、うん、まだあります、まだありますよ。1個買ったらもう1個のチータラです。あ、チータラいいじゃん、うん、チータラ好きよね。そう、大好きなの。チーズの種類が違うみたい。ありがとう、大きい声で喋ってくれてこれがね、こうになる。あ、これだ。あ、いいじゃん。前あったね、うちに。あった、あった。あ、おいしい。あー、これは酒だわ。おつまみはほんと、いくらあっても大丈夫だからね。そうなの。ねー、いくらあっても大丈夫で来ました、ご飯。まあ炊けばいい話なんだけどさ、うん、なんかどうしてもこのチンできるね、そう、パックの米をコンビニで買っちゃってたので、もち麦ご飯美味しいんだよね、もち麦ご飯って。そう、大好き。あ、これはもう早速ね、後ほど食べますから。はい、そして、はい、お目玉ディファール。今までゲナビでお湯沸かしたんですけど、とうとうディファールが来まして。あ、いいじゃん、しかも大きいサイズだから。いいねでかい、いいじゃん。これは一番嬉しいかも、今回の買い物で、ね、しかもかっこいい、なんかスタイリッシュだね。うん、男の部屋にありそう。で、うち女なんですけどねこれで全部、これで最後です。次、最後いける？いけるよ。よし、はい、最後、コロナ。すごい、コロナワンケース、やばやばくない？これで全部、これで全部です。こちらで総額約5万円ということで、まあ、いつもに比べて、うん、食品系が多かったのかな。で、なんかでもまあバラエティ豊かっちゃバラエティ豊かな感じだよね。うん、ね、多分動画にもちょいちょいここに今映ってる商品たちは登場すると思いますので、はい、皆さんぜひコストコね、ネットでお買い物してみてください、うん、はい、はい、私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。